の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。埼玉県川越市ヘアメイク C のフォーメン代表の篠崎と申します。いやー、ちょっと時間がなくてこの時間になりました、撮影がですね、今日はですね、お話しする内容なんですけども、男性の育児休暇についてのお話をしたいと思います。これはですね、最近私が担当しているお客様でも2名かな、お子様が生まれて2ヶ月ぐらいですかね、3ヶ月ぐらい取れるって言ったのかな、育児休暇取ってるっていうですね、男性の方がいらっしゃったので、ああだいぶね、時代も変わってきたな、いい時代になったなっていうね、そういうところを込めてですね、それから僕の考えはこうですっていうのも含めてですね、お話ししたいかなと思うんですけども、まずね、この男性の育児休暇に関しては僕はですね、もうね、素晴らしいシステムだと思います。僕もね、実はスタッフが今よりもいてくれたので、子供が、まあ、うち3人いるんですけども、一番下の子が生まれたあたりですね、からですね、今小6なんですけど、小学校どうだろう、3年ぐらいまでか。だから上の子はですね、中学卒業するぐらいまでの間ですね、日曜日、僕お休みいただいてました。で、スタッフがいてくれたからっていうのもあるし、それからサロンワークも、なるべく午前中から午後ちょいぐらいで切り上げて、で、その後ジムしたりとか、ジムってトレーニングジムじゃなくてね、ジム作業のジムとかですね、そういったのをしたりとかして、なるべくそのサロンワーク以外のやらなきゃいけない、オーナーがやらなきゃいけない仕事っていうのをやる時間を作っていたんですね。で、プラス、その子育てに使う時間っていうのも作ってました。で、特に大きかったのは、土日、日曜日ですね、休めたっていうのがすごく大きくて、で、日曜日ね、子供のこのなんかスポーツの教室とか、そういうの結構あるんですよね。そういったのに僕が連れていくっていうのができたので、まあ、非常にありがたかったなっていうふうに思っています。なので、そういったことも含めてですね、男性の育児休暇っていうのはすごく大切だなと思うし、取れる企業は素晴らしいなっていうふうに思うんですよ。思うんですけれども、もうです。こっからですよ。こっからです。これはね、まあ、いろんなところに絡んで、いや、それはどうなのって僕は思うことをこれからお伝えいたします。まあ、批判を浴びたりとかすることもあるかなと思うし、炎上することもあるかなと思うんですけど、まあ、僕は別に炎上したところで何でもないので、まあ、お伝えしようかなというふうに思うんですけど、僕ね、例えばその2ヶ月なり3ヶ月なり、育児休暇を取って奥さんの出産とともに会社を2、3ヶ月抜けますというふうになったとき、一番僕が思うのは、あなたの、その育児休暇を取ったあなた、男性、あなたの代わりはいるんですか？あなたが2、3ヶ月ですね、休むのは僕は全然いいと思うんですよ。いいと思うし、そういう休める会社の体制とかも素晴らしいと思うんですけど、あなたの代わりはいるんですか？ 2、3ヶ月。おかしいでしょ？そんなさ、2、3ヶ月休んで大丈夫な仕事、あなた、必要とされてます？ 2、3ヶ月いなくても大丈夫なんていう仕事をしてる、仕事してるっていうか仕事の立場で仕事してていいんですか？いや、おかしいでしょ。そんなのね、絶対おかしいって。やっぱり必要とされてる人間は、そんなに休めないから。まあ、休んでもせめて1週間とか、そのくらいでしょ。まあ、会社が、例えば長期休暇、お盆とかお正月休みで1週間やってません。じゃあ自分も1週間休みますっていうのはわかりますよ。わかりますけど、会社が普通に動いてる中で、2、3ヶ月休みました。いや、あなたの仕事どうするんですか？いや、意味がわかんない。まあ、例えばね、僕が思う育児休暇っていうのは、奥さん出産して、例えばですよ、二人目が生まれました。一人目の子がいます。だその一人目の子を僕が見ます。僕もそういうふうにしてたんですけど、なので奥さんが出産をしたタイミングで、まあ里帰り出産なら里帰り出産して、で帰ってくるまでの、まあ例えば、1ヶ月とかいう期間。で多分なんですけど、まあ保育園行ってれば、早上がりさせてください。それから保育園に送ってから出勤するので、その保育園の時間だけ働かせてください。とか、まあ幼稚園だったら幼稚園の時間だけ働かせてください。とかね。それから、まあ、預けてなければ、その奥さんが帰ってくる1ヶ月間なら1ヶ月間の間だけ、どうしても休みが欲しいとか。まあ、そういうことならね、100歩譲ってわかりますよ。だけどね、一人目で、赤ちゃん生まれました。いや、あんた奥さんと一緒にいて何してんの？意味がわかんない。いや、奥さんのサポートなら、24時間一緒にいる必要あります？で、それをいてほしいっていう奥さんもおかしい。太古の昔から、男は外に出て狩りをして、女性は子育てや農業をしながら家庭を支えてコミュニケーションを取りながら家庭を支えてるからコミュニケーション能力が高いんですよ、女性はね。おかしいでしょ。生まれて男何してんの？おっぱいないからお前は。おかしいって。サポートしてくださいよ、奥さんの。奥さんの代わりにはなれないから、男は。だから意味わかんねえなと思って。どうしてもね、奥さんが大変だから、その例えば子供が生まれた3ヶ月間だけ、どうしても早く上がりたい。とか、それから、奥さんが里帰りしてる時に休みが欲しいとか、出産の前後ね、1週間ぐらいどうしてもね、サポートしたいから休みが欲しいとか、そういうのが育休じゃないんですか？
と思いますけどね。なんかこうシステムがおかしい方向に流れてるんじゃないかなって僕はすごく思います。で、かつ、最初に言ったように、2、3ヶ月自分がいなくても大丈夫なんて、そんな仕事しないでください。おかしいから。これね、女の人にも言えるんですけど、特に美容師さんとかね、お客さんがいるわけじゃないですか、顧客がいるわけじゃないですか。でですね、出産して美容師として復帰しますっていうことがあると思うんですよ、女性の方の場合。で、僕いろんな人のお話を聞きました。主婦になっても活躍していらっしゃる方たちのお話です。で、これはね、セミナーも受けたんですよ。女の子のスタッフがいるときに、そういう女の子で活躍してる美容師さんのお話、セミナーですね。新潟のスニップスさんのお話、これもね、子供さん2人とかいて、店長されてる方がいらっしゃるんですよね。それからあと、あれどこだっけな、アピッシュさんか、の話も聞いたことあるんですけど、やっぱね、女性の方って一応1年間育休みたいな感じで取れるじゃないですか。じゃあ、1年間育休取って、じゃあ復帰しようみたいな方、まあ全然いいと思うんですよ。いいと思うんですけど、残念ながら復帰したら、ほとんどやる仕事ないと思います。お客さんほとんど離れてると思います。まあ、ちょろちょろでしょうね。ちょろちょろいるかなっていう感じです。で、アシスタントちょっとやりながら、まあ、ちょっと時給みたいな感じでもらえたらいいかなみたいな感じで、そのくらいのね、感覚で、ごめんなさい、お仕事をされてる方だったら、僕はそういう復帰の仕方で全然いいと思うんですけど、出産して戻っても、そこそこ出産の前のペースぐらいね、やりたい。例えば週5ぐらいで、定休日と日曜日休んで、まあ、土曜日も午前中ぐらい出たい。やっぱり今までやってた方、またかっこよくしてあげたい、可愛くしてあげたいって思ってる人は、多分ね、1年間ゆっくりとかね、休んでないし、休むマインドがない。これね、大事ですね。マインドですよ。休めるかどうかじゃなくて、休むマインド。あ、やばいな、早く復帰してあげなきゃって思う人しか、やっぱり、ね、残念ながらなんですけど、お客さんがずっと支持してくれるっていう可能性が非常に低いです。大体ね、僕のお知り合いとか、それからセミナー聞いた話でも、まあ長くても半年以内で復帰してると思いますね。やっぱできる女の子さんはもう本当申し訳ないんですけど、仕事を出産前と同じぐらいのクオリティを保ちながら、収入もやっぱ落としたくない、プラスお客さんもかっこよくしてあげたい、なるべくブランクを上げたくないと思ってる人は、まあ最低でも半年ぐらいで復帰してる人が多いし、そういうマインド、心がある人が主婦になってもずっと支持される仕事のスタンスをしてる人だと思うんですね。もう一回言いますけど、じゃあ1年間休めないんですか、 1年間休めるって言って休んでる人はダメなんですか。いや、ダメだとは言わないです。ダメだとは言わないし、素晴らしいと思います。素晴らしいと思いますけれども、仕事と違うんですよ。やっぱり女性でも仕事を中心に考えながら子育てをやっていきたい、で仕事のクオリティを3000よりも落としたくないっていうふうに考えてる方ね、そういう方のマインドはなるべく間を上げたくないし、その間にずっと担当してた人を落としたくないし、なるべく1回か2回か他のところに行ってもういいけど、3回目は戻ってきて半年で戻るからみたいな、そういう方、そういうマインドを持ってる人しか主婦になってからも第一線で働ける、第一線で支持される美容師になる確率はすごく少ないと思いますね。という意味で言うと、男の、まあ、いい男の条件って言ったら変ですけど、やっぱり仕事なんですよ、人生において。仕事がやっぱりクオリティ高く、美容師で言えば多くの人から支持される、多くの人から何ですかね、こう、支持されるか、多くの人からやっぱりこう指名される美容師ですね。そういう美容師の場合ですね、多分3ヶ月空けようと空けようなんていうふうに誰も思わないと思う。だ、そういうマインドで仕事をしてる人、多分仕事できないと思うね。多分ね、いくら大企業だろうが何だろうが、その部署で必要である重要ポジションなはずなんですよ。絶対に一人として休んでもいいやっていう人がいるわけがないんですよ。どの会社も大企業も人がいっぱいいたところで、その人のポジションっていうのは必ずあって、すごく大切な仕事をしてるはず。絶対に2ヶ月とか3ヶ月とか抜けていいことなんてあるわけない。そんでね、生まれた直後の赤ちゃんと奥さんと一緒にいて、あなた何ができんのよっていうことですよ。おかしいからっていう話でした。まあいろいろ文句がある方もいらっしゃると思いますけど、文句があるならこうね、コメント書いてもらって、そうだそうだっていう方もね、コメント書いてもらって、僕が古い人間だからとかそういう問題じゃないと思いますよ。どう考えてもね、おかしいですよ。育休取ることがおかしいんじゃなくて、育休の取り方がおかしいですよ。あなたが必要な時にいればいいだけでしょ、家に。で、それを要求してる奥さんもおかしいから。仕事辞めてさ、子供生まれてるわけだからね、まずあなたでしょ、やるのは。そしてそれをサポートするのが旦那でしょ。おかしいから、一緒にいたって。っていう話でした。なので、まあ、文句がある人はコメントいっぱい書いてもらって、そうだそうだっていう方もコメント書いてもらってということで、よろしくお願いします。さよなら。